回と後半は、ちょっとまず構え方から変えていきたいんですね。はい、で、エリポンのスイングのこう傾向ってどうでした？右に行きました、ドライバー。そう。なんで右に行くかわかります？なんでですか？元々のスイング、元々のスイングとしては、まあちょっとこう、こうやって引っ張って打つスイングなんですね。うん、なので、逆にこう、普段右側に立ちやすいじゃないですか。うん、右側に立とうと思うと、これはこう引っ張りたいっていう表れなんですよ。うん、なので、後半からは全部左のティーの方に立てます。あ、こっち？はい。はい、まあ、もしくは左のティーより真ん中よりも半分、より左。はい。で打つっていうことですね。はい。はい、で、ちょっと一回構えですね。で、構えはもうまっすぐ真ん中狙って構えて、はい、で、振るのはもっと右。右、うん、まっすぐ真ん中に構えたら、あの右のバンカーを狙って振っとしますよ。はい、はい、ちょっと一回スルーしてやってみましょう。オッケー、オッケー、はい、はい、じゃあまっすぐ真ん中に構えてみましょう。はい、オッケーです。じゃあもう一回右振ります。オッケー、これでまっすぐです。はい、素晴らしい。悔しい。、うん、どうしても右に行っちゃうから右に構えて左に振りたくなっちゃうんですけど、実はそれが反対で、実はエリポンの癖としてはこう先にこう体がまあ目標を向いちゃって、クラブがちょっと右を向いて当たって右に行ったりしやすいんですね。はい、なので反対にこっちに構えてるとあんまり左に振ろうと思わないじゃないですか。そうですね。なのでドライバーはちょっとそういう風に構えてほしいんですね。はい、こうなってきてるから、うんうん、その辺のちょっと構えとかを調整してあげると、はい、コースではちょっとこう狙ったところに飛ばしやすくなります。うん、悔しかったな、今。どんどん右足に構えて、もうちょっと右、もうちょっと右、よいしょー、イエー、完璧。ちょっと右行っちゃった。でも完璧です。ちょっと右行っちゃったでも。ちょっと突き抜けちゃうかも。イエーイ、やばい。うん、ナイスショー、行け、うん、欲しい、ナイスショー、今の OK です。はい、でも、うん、もっと飛ぶ。はい、よかった。で、ちょっと一回試してるんですけど、エリポンの場合は、ショートホールも当然こうやって左に立つんですけど、ティーをちょっとこうほぐしてほしいんですよ。お、うん、はい、はい、これ、はい、ね、やっぱりね、逆に言うとちょっとこう短いクラブだとこう下にこう打つってイメージがちょっと強くなりすぎちゃうので、逆にこう掘りすぎたりとか当たってもちょっと左に行きやすいんですよ。はい、なのでこういう場合はちょっとティーアップを少し高くしておいて、はい、高いじゃないですか。そうするとあまり上から打とうと思わないじゃないですか。うん、ちょっとこう横から払うような感じで打ってほしいですね。はい、なくなりませんように。大丈夫だから。そう、最初ちょっと左だけど、うん、そうするとちょっとこう距離も出やすいでしょ。出る。アイアンはうまく打ててるから、はい、いつもの感覚で大丈夫です。まっすぐ、そう、うん、60ヤードね。サンドで思いっきり振ってもそのぐらいになります。うん、飛びすぎる。飛びすぎだとちょっと強いかもしれない。
左にやりすぎる。うん。もっともっと、それかな。はい。OK。ちょっと大きいかな。飛びすぎたぐらい。ナイス、スピン。おいいね、ナイス。うん、悔しいな。今のはね、もう完璧にね、この辺にボールがあるんです。はい。そうするとサンドウェッジっていうのはやっぱり短いんで早めにこう地面に戻ろうとするので、うん、残りダフっちゃうのね、うん、だからちょっと短いクラブは普段よりかは少しこう中寄りに構えておく、はい、というわけです、はい、なんか悔しいですけど言うこと聞いたらじゃあなるんで